どうやってこれから生きていくかって言ったら、やっぱりまあ生活保護っていうシステムがあるんですよ。介護料金とか全部タダになるんですよ、病院もね。将来を見据えてやっぱ安定した生活を送るっていう意味ですごく重要なことになってくるんじゃないかなと思いまして、となるとやっぱ万引きとかしたりして食べていけば、こんばんは、クリミナルです。2022年に大分県別府市で大学生2人を死傷させた八田与一。私はすぐに捕まるだろうと思っておりましたが、八田は現在も確保されておりません。短尺ではありますが、八田が一刻も早く捕まるのを期待し動画を作成いたしました。では事件概要です。2022年6月29日別府市野口原の県道で、八田が運転する軽乗用車が時速70キロ以上のスピードで停車中のバイク2台に激突した。そして男子大学生 B さんが死亡、同じく大学生の A さんが重傷を負った。事件当日、被害者の2人は湯布院を訪れた後にショッピングモールに立ち寄り買い物をした。二人は別々の場所にバイクを駐車しており、それぞれ別の出口から店外に出た。時刻は午後7時42分だった。B さんが A さんの方を見ると、何やら若い男と揉めている様子だった。合流し話を聞いてみると、B さんは知らない奴にいきなり絡まれた、と話した。その男が八田与一である。八田は被害者が訪れたショッピングモールで午後4時頃にコップを購入していた。スピーカーで爆音で音楽を流しながら歩いてきた八田。そして B さんと目が合った八田は B さんに因縁をつけたのだ。ただ B さんは言い返しはせず、すぐに謝りその場を収めた。 A さんは B さんに、変な奴の言うことなんて気にすんなと言って B さんと共に帰路に着いた。二人はショッピングモールを出て500メートルほどの交差点で信号待ちをしていた。すると後方から大きなエンジン音がした。ミラーを見ると車のヘッドライトがすごい勢いで向かってくるのが見えた。八田が運転する軽乗用車だ。道路の制限速度は40キロであったが、八田の車は時速70キロ以上のスピードが出ていた。 A さんは語った。赤信号で止まる車が出すような音じゃないアクセルの踏み方。僕らを見つけた瞬間、踏んだかのような感じで来たのはすごく覚えています。A さんは B さんに車が猛スピードで来ていると伝えようとした。しかし次の瞬間、 B さんは10メートル以上跳ね飛ばされた。八田の車は電柱に激突した。そして八田は車を乗り捨て裸足で逃げ去ったのである。車内には財布や携帯電話が残されており、車の所有者が八田であることはすぐに判明した。そして事件から10分後の午後7時55分、八田が別府市内の繁華街を裸足で歩く姿や後ろを気にしながら歩く様子が防犯カメラに映っていた。また事件の2日後、現場から2キロ離れたヨットハーバーで八田が着ていた黒い T シャツが脱ぎ捨てられているのが発見された。そして1年後には新宿の歌舞伎町で八田によく似た人物の目撃情報があった。目撃者によれば、神社の前で八田によく似た人物とすれ違った。目がそっくりだった。ホスト風の格好をしてスマホで今日出勤するかどうかの話をしながら去っていったとのことだ。八田は学生時代に歌舞伎町でホストのアルバイトをしていた。もしかしたら偽名を使って歌舞伎町で働いていたのかもしれない。ホスト関係者によれば、大手のホストは働くにあたって身分証明書が必要だが、小さい店舗だと身分証明書を持っていなくても雇う店舗もあるとのことだ。本件は捜査特別報奨金の対象となり、逮捕につながる有力情報の提供者には最大300万円が支払われ、遺族がかけている懸賞金500万円と合わせると計800万円の懸賞金となる。
八田与一は石川県生まれで、栃木県や千葉県、大分県杵築市に住み、最終的に大分県日出町に移り住んだ。学生時代の友人によれば、八田は明るいが、一度切れると何するかわからない感じがしたという。実際に気に入らないことがあると、詰め寄ったり声を荒げることがあったという。また、かなりの体力があり、千葉から熱海まで100キロを超える距離を自転車で走破したことがあった。明確な殺意を持って被害者が乗るバイクに車を激突させた八田。八田は車を乗り捨て、財布や携帯電話を残したまま裸足で逃走しています。八田は美意識が高く、歯の矯正をしていました。学生時代にホストとして働いており、自身の見た目に自信を持っていたのが伺えます。また、過去に八田は生活保護で生きていくと知人に話していました。よって偽名を使い、素性を隠した状態で女性の家に転がり込んでいる可能性も十分に考えられます。また、身分証明書不要の会社で住み込みで働いている可能性もあるでしょう。歌舞伎町で目撃情報がありましたが、おそらく八田は自身に関するニュースは逐一チェックしていると思われます。よって、すでに東京にはいない可能性が高いと感じます。ただ、地方や田舎は匿名性が低くなってしまうので、どこか違う都市、例えば大阪、名古屋あたりに潜伏しているのではないでしょうか。人が多い都市の方が人混みに紛れることができて、匿名性が高まるため、逃亡犯にとっては好都合なのです。県民性研究の第一人者、矢野氏によるこんな実験があります。青森県と大阪府の中高年女性、それぞれ2、30人を、青森県同士、大阪府同士で30分間話をしてもらいました。なお、全員初対面です。すると、青森の人たちは全く話をしませんでしたが、大阪の人たちは仲良く会話しました。この実験により、大阪の人はフランクであまり詮索しないと分析できます。逃亡犯はこの接しやすい土地柄を逆手に取る可能性があるのです。また、東京未来大学の教授、出口氏によれば、西には大阪や広島、福岡があり、潜伏先がバレそうになっても名古屋や北陸に逃亡できる。ただ東京は西には逃亡できるが、東は仙台しかないので東京は袋小路だ、と指摘しています。つまり逃亡犯にとっては西に潜伏する方が好都合と言えるのです。話を戻しますが、昔から八田はかなり短気で感情の抑制ができない人間です。おそらく今回の事件もカッとなって凶行に及んだのでしょう。こうした人間の気性の荒さは早々改善されることはありません。よって八田が潜伏先でトラブルを起こす可能性は十分にあります。そこで大事なのは、現在八田の周りにいる人が彼が事件を起こし逃走中の重要指名手配犯だと知ることです。八田はしばらく潜伏し、まとまった金を手にしたら、林税アンホーカーさん事件の犯人、市橋達也のように顔を整形するつもりかもしれません。先日、桐島容疑者が確保されましたが、その影響で別の指名手配犯が逮捕されました。桐島容疑者が確保されたとメディアが一斉に報じ、重要指名手配のポスターが再注目されたことで、別の男の逮捕につながったのです。指名手配犯の大半は一般市民からの通報で捕まります。至る所に八田の顔写真を載せたチラシやポスターを張り巡らせ、逃げ場をなくすことが大事だと感じます。もし皆さんの周りに八田とよく似た人物がおりましたら、警察に情報提供をお願いします。最後に B さんのご冥福をお祈りいたします。